マホロバの陣立てへようこそ。今回は信長の野望大志 with パワーアップキットの戦法刀当てについて紹介していきます。なお武将は紹介用の刀当て試しの助という新武将を作成しました。全能力値50のゲーム内でいうところの盆章になる能力ですね。それではまず刀当ての情報を確認してみましょう。使用コストは5、効果は前方範囲内の敵の防御力と士気を小低下、鉄砲装備時効果大となっています。実際の決戦場面でどのように活躍してくれるのか早速試してみましょう。それでは実際の場面で試してみたいと思います。刀当ては自分の攻撃力が上がるわけではないですが、敵の防御力と士気が両方下がるので、まあ士気は正直どうでもいいと言ってしまってはちょっとあれですけれども、防御力が下がるのは結構魅力的ですね。効果範囲が結構かなり、やはり名前の通りかなり遠距離に出ていますね。乱戦になる直前ぐらいにちょうど使うといい具合に敵の防御力を下げられそうな気がします。では使ってみて、これで3部隊、そうですね、防御力が1段階下がっているので、そうですね、この距離感で防御力を1段階下げられるのであれば、そんなに悪くはなさそうな感じですね。あとは効果時間がどれぐらいかちょっと分かりにくいですが、今、3分の2ターンぐらい進んでいるところですね。効果時間が今1ターン以上は続いてほしいところですが、結構長そう。今点滅して切れた。なるほど、多分1ターンと4分の1ターンぐらいですかね。なるほど、まあただこれは今刀当て試しの助は歩兵の状態で使っているので、これがおそらく鉄砲隊の状態になるとまた効果がおそらく倍になると思うので、次は鉄砲隊の状態で試してみたいと思います。ロードして再び同じ決戦場面に挑んでいます。今度は刀当て試しの助を鉄砲隊の状態にして挑んでいます。さてそれでは、すごい4部隊巻き込めてますね。やはりこの前方に効果範囲が出る戦法は敵部隊をかなり巻き込みやすいので、その点はかなり便利ですね。魚でもそうでしたが、やはり前方に出る効果範囲は結構強そうです。さてじゃあこの状態で使うと、やっぱり士気の低下はあまり大きい効果ではなさそうですが、鉄砲隊で使うと防御力が2段階下がるので、この敵の巻き込みやすさで防御力が1ターンと4分の1ターン2段階低下するのであれば、そうですね、歩兵隊だと、正直ちょっとコストに見合った効果ではないかなというところではありましたが、鉄砲隊で使うとこの防御力が2段階というのは結構バカにならない効果だと思うので、うまく使えれば結構便利に扱えそうな気がしますね。結構損害出てますね。なかなかの損害が出ている。でおそらく早掛けの時と同様で、騎馬鉄砲隊でもおそらくこの効果の効果大という効果は適用されると思うので、そうですね、鉄砲隊かもしくは騎馬鉄砲隊であれば積極的に使ってもいい戦法なんじゃないかなと思います。念のため騎馬鉄砲隊でも適用されるかというのは確認してみたいと思います。再びロードして決戦に挑んでいます。今度は刀当て試しの助を騎馬鉄砲隊にしているので、この状態で効果大の効果が出るのか、やはり騎馬鉄砲隊でもしっかり鉄砲装備時効果大の効果が出ていますね。これであれば、そうですね、鉄砲隊もしくは騎馬鉄砲隊であれば積極的に使ってもいい戦法ではないかなと思います。
まあ、ただ一部隊だけ巻き込むようにして使うのはちょっともったいないので、そうですね、まあ、できれば3部隊ぐらい巻き込めるようにして使うと結構割に合った効果になっているんじゃないかなと思います。というわけで実際の場面で遠当てを試してみました。今回は戦法遠当てについて紹介させていただきました。軍馬装備時効果大の戦法はいくつかありましたが、初めて鉄砲装備時効果大の強化要素のある戦法が出てきましたね。効果範囲が貝コストの魚手と同様部隊の前方にあり、比較的敵部隊を容易に複数巻き込むことができるようになっていました。注意点としてはすでに乱戦となっていて完全に接敵している状態だと逆に巻き込めないこともあるので、その点はしっかり確認をしてから使用した方が良さそうです。歩兵隊ではちょっとコストに見合っていない効果でしたが、その進化は鉄砲隊および騎馬鉄砲隊で発揮されます。巻き込んだ敵部隊の防御力を低下、すなわちマイナス40させる効果であり、バカにできない低下幅となっています。3部隊程度巻き込めれば費用対効果から見ても悪くない効果だと思います。士気の低下に関しては正直おまけ程度のものという認識でいいかと思います。いいタイミングで使用することにより敵部隊の損害を大きく増やすことができ、なおかつ比較的巻き込みやすい効果範囲であるため、使用できる部隊が鉄砲隊もしくは騎馬鉄砲隊であれば積極的に使ってもいい戦法かと思います。こういう使い方もあるよ、実はこんな効果もなど補足情報がありましたら、自分では気づけなかった発見もたくさんあると思いますので、ぜひコメント欄にお寄せください。当チャンネルでは他の戦法に関しての紹介動画も作成していますので、気になる戦法がありましたら他の動画にも目を通していただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。